生命科学とデータサイエンスの講座です医学医療系バイオインフォマティクス研究室の尾崎と言います私は学部4年の時生命科学の実験をしていましたですが大学院からはバイオインフォマティクスという生命科学のデータを扱う研究をしております なぜそのようなバイオインフマティクスという分野に足を踏み入れたかというと実は生命科学研究において今データというのがどんどんその重要性を増しているからです。今日はそのような話を交えながら生命科学とデータサイエンスの関係について話せればと思います。このの講義の目的は 生命科学においてデータサイエンスが必須になっているということを学ぶことです近年、生命科学では大規模データを用いた研究が盛んになっています三つの例をお示しします一つはゲノムから疾患の原因を探る研究ですゲノムはある生き物が持つ遺伝情報のすべてです DNA はゲノムのの遺伝情報の保存を担う物質です DNA は、塩基というものが含まれますがその塩基には A ・ C ・ G ・ T の4種類がありますこの ACGT の塩基の並びが異なることによって DNA は異なる機能異なる情報を保存することができます。 この塩基の配列を特に塩基配列と呼びます。一人一人の個人が異なるゲノムを持ちます。特定の疾患の場合、ゲノムの違いによって疾患が起こることが知られています。一方で、具体的にどのゲノムの違いが疾患の原因になっているのかがわからないことがあります。そのような場合に、 健常者とその疾患の患者を複数人集めてきてそれぞれの人のゲノムを比較するそれによってゲノムの違いを発見して疾患の原因を探るといった研究が行われますこの時人のゲノムというのの大きさに注目したいと思います人のゲノムは32億塩基対 ですので、すすのの億文字 ATGC かららなる配列とも考えられますこのゲノムを比較して患者群だけに見つかる変異を探し出すためにデータサイエンスは用いられます2つ目の例としてサーカディアンリズムに関連する遺伝子を探す研究を紹介しますサーカディアンリズムとは24時間周期で 行動や生理現象が見られるリズムのことです。サーカディアンリズムには遺伝子が関わることが知られています。この時、遺伝子が24時間周期でそのメッセンジャー RNA 量を増やしたり減らしたりするということが知られています。しかし、 人やマウスでは遺伝子の数が数万個あります。そのような数万個の遺伝子の中から24時間周期でメッセンジャー RNA 量が増えたり減ったりする遺伝子を探すためにまずメッセンジャー RNA 量を1日の中で何回も測ったデータを取得します。そしてそのすべての遺伝子の中から 24時間周期で変動する遺伝子を探しますここにもデータサイエンスが使われます三つ目の例として新規な腸の内分泌細胞を発見する研究を挙げますこのような研究では一つ一つの細胞の遺伝子発現データというのが使われます そのような遺伝子発現データを多数の細胞について取得しその中から特定の遺伝子発現を示すような細胞を選ぶという操作によって発見することができますここにもデータサイエンスが用いられますこれらの例のように大規模データを用いた研究にはデータサイエンスが必須となります生命科学では 実験処理や計測の後生データというものが得られますこれはまだ加工が済んでいないデータになります次に生データの処理を行い加工済みのデータを得ます加工済みのデータが得られて初めてデータ解析ができますこのデータ解析によって発見や予測といったことが可能になります 昔は大規模データを得るには国際チームや大量の資金が必要になりました。しかし現在では計測技術やデータベースなどの整備によって大規模データの取得のハードルが下がり身近になりました。そのため今後は大規模データの取得が簡単になることで 大規模データを使った生命科学研究がより身近になると考えられますヒトゲノム解読を例にとります人のゲノムは32億塩基対からなる DNA ですこれを DNA シーケンシングという計測技術によって塩基配列を ACGT の文字列として取得することで32億文字の テキストデータが得られますこの DNA シーケンシングにかかるコストはここ10年劇的に下がり続けています一方でそれに呼応するように解読された人のゲノムの数というのは増え続けていますこのようにデータの取得が容易になると 大規模データが増えていくという傾向があります。もう一つ例を挙げます。ヒューマンセルアトラスというプロジェクトがあります。これは人間の全身すべての細胞の地図を作る国際プロジェクトです。ヒューマンセルアトラスは Facebook のザッカーバーグ夫妻の財団から 支援を受けるなど現在世界中で注目されていますこの Human Cell Atlas というプロジェクトで要素技術として使われるのがシングルセルトランスクリプトーム計測一細胞レベルで遺伝子発現計測を行う技術ですシングルセルトランスクリプトーム計測では細胞に含まれるメッセンジャー RNA の配列を DNA シークエンサーで読みます それにより一つ一つの細胞がどの遺伝子をどのぐらい発現しているかということを計測することができます。このシングルセルトランスクリプトーム計測技術は2009年以降次々に技術革新があり一度の実験でより多くの細胞の遺伝子発現を計測できるようになりましたつまりデータの取得が容易になったということです。 これにより現在ではシングルセルトランスクリプトオム計測は世界中でブームとなりさまざまな分野の研究者が自分の興味のある細胞の遺伝子発現データを取得しています実験技術の改良に加えて公共データベースもデータの取得を容易にしています 現在、世界中の研究者が自分で取得した実験データを公共データベースにデポジットしています。で、公共データベースは誰でもデータがアクセスできるため、そこからデータを取得して再利用することができます。データベースには一次データベースと二次データベースがあります。一次データベースは 生データを収めたデータベースになります二次データベースは加工済みデータや解析結果を収めたデータベースになりますこれらのデータベースからデータを取得することによって自分が実験していないデータであっても研究に用いることができますここまで見てきたように 計測技術の進歩とデータベースによって大規模データの取得が身近になりつつあります。これにより今後は生命科学研究においてデータサイエンスがますます重要になると予想されます。生命科学のデータサイエンスにおいてはデータ処理自体も重要です。RNA 飼育データ解析を例にとります。 RNA 飼育とはメッセンジャー RNA を測定する実験技術のことです。この研究ではメッセンジャー RNA の量と RNA エディティングの量を別に定量することによってそれらの関連や違いについて調べています。メッセンジャー RNA の量とはその遺伝子がどのぐらい働いているかということを表す指標になります。 一方、RNA エディティングとは、メッセンジャー RNA の中の塩基が RNA レベルで変わる現象のことです。このような RNA エディティングによって、メッセンジャー RNA 自体の安定性や機能が変わることが知られています。この RNA 飼育では、実験すると、FASTQ ファイルという生データが出ます。 ファストキューファイルは読み取った塩基配列の情報が含まれたテキストファイルのことです。このファストキューファイルという生データをどのように加工するかは生命現象のどのような側面を定量化したいかによって違います。例えば、メッセンジャー RNA の量を知りたいとき、ファストキューファイル の延期配列を遺伝子の配列と比較して各遺伝子の配列にマッチする配列の数をカウントします一方で RNA エディティングについて興味がある場合一度参照ゲノム配列と生データの FASTQ フ,ファイルの配列を比較し 延期のどのど部分が違っているかを調べその延期の違いをカウントするということを行いますこのように生命現象の何,を注目何に着目するかによってデータ処理をデザインする必要がありますデータ解析にもさまざまな手法があります例えば ゲノムから疾患の原因を探る研究では、変異検出などのソフトウェアを使う技術や、遺伝統計学の知識が必要になります。また、サーカディアンリズムに関連する遺伝子を探す場合、遺伝子発現量を前処理で定量すること、また、 サーカディアンリズムのようなこう一定の間隔で周期する発言パターンを得るためにコサイン関数をフィッティングするコサインフィッティングなどの解析が必要になります。新規な腸の内分泌細胞を発見するような研究では次元圧縮やクラスタリングといったデータサイエンスのテクニックが必要となります。 このように、目的やデータの性質によって、さまざまな手法を駆使する必要があります。ここまで大規模データを用いた生命科学研究を見てきました。そのような研究では、データの計測、データ処理、データ解析といったステップが重要になります。今後の生命科学を考えた場合、 データサイエンスと生命科学の両方に精通し生命科学における計測、データ処理、データ解析を一貫して理解している人材が求められると考えられます最後に私の専門であるバイオインフォマティクスについて説明しますバイオインフォマティクスはコンピューターと大規模データを用いて 医学生物学における課題を解決する学問ですバイオインフォマティクスには今日見てきたような生命科学データのデータサイエンスも含まれます生命科学データの実験、計測、データ処理、データ解析について詳しく知りたい人はぜひバイオインフォマティクスについても調べてみてください 私の研究を一つ紹介します。細胞集団の潜在構造細胞の個性を探るという研究です。細胞はある種の薬剤をかけた時にある細胞の性質から別の細胞の性質へと変化することが知られています。このような現象を細胞分化と呼びます。この細胞分化を誘導する。その,そのような。 薬剤を投与したときに細胞が性質を一斉に変えるのかそれとも細胞によって性質が変わるのが早い細胞があれば遅い細胞がいるのかという細胞に個性があるのかというのは重要な問いでしたそこで細胞分化誘導をかけた後の時系列で シングルセルトランスクリプトーム計測を行ったデータを用いてそのような問いに答えるデータ解析を行いましたまずシングルセルトランスクリプトーム計測データとしては一個一個の細胞からたくさんの遺伝子の発現量のデータが得られますこのデータを拡散マップというデータサイエンスの手法を用いて次元圧縮を行います これにより一つ一つの細胞が低次元空間の点として遮影されます。この右の図は一つ一つの細胞を低次元空間に遮影した図です。一つ一つの点の色はサンプリングされた時刻を表しています。これを見ますと、ある時刻でサンプリングされた細胞というのは その時刻よりも前の時刻の細胞に性質が近いものあるいはその時刻の後の時刻の細胞に性質が近いものがあるということがわかりますこのことは同じ時刻にサンプリングされた細胞集団の中でも不均一性があるすなわち細胞に個性があるということを示していますこのような研究においてもデータサイエンスは用いられます まとめます生命科学において大規模なデータを用いた研究が身近になりましたこれは計測技術の進歩によってデータの生産が加速されたことそして公共データベースが整備されることによってデータの再利用が加速されたことによりますこれからの生命科学者は計測・データ処理・データ解析の各ステップを深く考え そしてデータサイエンスを理解して駆使することが求められます。以上です。